ベルリンのモダニズム集合住宅群は、ユネスコの世界遺産リスト登録物件の一つで、ドイツの世界遺産としては、バイマルとデッサウのバウハウスと、その関連遺産群や、ソルフェアーインタン工業遺産群の、第12採掘港などに続く、モダニズム建築の世界遺産である。世界遺産登録の対象になっているのは、ベルリンにある6つの集合住宅である。 ガルテンシュタット・ファルケンベルクを除けば、それらの建築は1920年代後半から1930年代初頭、つまりバイマル共和国期のことである。集合住宅は公的な要請に基づいて建てられたものであり、社会権を世界で初めて制定したバイマル憲法に見られるような、当時の低所得者層に関する生活環境改善が背景にあった。 実際の設計や建築にあたったのは、バウハウスの初代校長、バルター・グロピウスのほか、ブルーノ・タウト、マルティン・バグナー、ハンス・シャローンといった当時の代表的な建築家たちであり、新しい建材やデザインによって、衛生的で快適な住宅づくりが進められた。世界遺産登録にあたっては、ジードルングそれ自体の建築物としての評価は元より、後に、 世界の集合住宅の様式にも影響を及ぼした点なども評価された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。